らしちゃう。なんで？もうなんか今気持ち悪い。あー、いよいよなんだよな。あ、大丈夫かな。大丈夫。本当に大丈夫。あ、まずは玄関入る。玄関入る。バリバリバリ。頼もう。頼もう。頼もう。本日はお忙しい中、お時間いただきありがとうございます。なんかさ、ヒロピンってさ、ずっとうちにで、あの悪い言い方すると出入りしてるのよ。本当にあのただいまですって入ってこれる関係なんだよね、うちにね。まあまあ確かにね。でしょ？あ、お父さん、そう、お帰り、ヒロキくんはみたいな。ヒロキくん今日夕飯食べないのみたいな関係だからこそ。余計に今日の接し方が難しいと思う。距離感ね。そう。いや、そこはちょっとさ、こう、丁寧に行かなくちゃいけないってのは分かってるんだけど、そうそうそう、なんか改まってさ、うん、ね、改めまして、改めまして、かすみさんとお付き合いさせていただいてます、ひろきです。うん、ちょっと甘いものがお好きと聞いたので。お好きと聞いたのでっていうか、毎回買えるたんびに買ってってるじゃん。美味しいお菓子屋さんを見つけました。あ、見つけましたか。いいね、分かんない、合ってるか。でも美味しいお菓子屋さんが、美味しそうな、美味しそうな、なんかお菓子屋さんがあったのね、みたいな。先日かすみさんにプロポーズさせてもらい、承諾を得ることができました、みたいな。かすみさんを幸せにできるように精一杯努力しますので、みたいな。結婚のお許しをいただきたく思います、よろしくお願いします、みたいな。うんうん、それで今イエスノーを当てて、ノーだったら失礼しました、失礼しました、失礼しました。まだ早かったです。いや、だってイエスをもらえる確証じゃないからね。めっちゃ喋るやん。うん、もう喋ってないと、喋ってないと、もうなんかもうね、潰れそうなの今。二人してさ、こういう両親挨拶とかもあるから、髪黒めに暗めにしたのにさ、ちょうど色落ちし始まっちゃったね。ちょうど落ちたのいいやね、俺。本当にヒロピン緊張してます。結構やばいです。だって7年付き合ってきたわけだよ、今まで。そう、ね、で、今まで授業参観とかで親同士は会ってるわけよ。なんかまさかさ、娘息子が結婚するなんて思わないでしょ。息子娘だって同じ登下校班、まあ、同じ登下校班ではないけど一緒に帰ってたしさ。じゃあ買っていこう、買います。ミミ頑張ります、ミミクソビーン。ちょっと緊急、ちょっと緊急、ね、ヒロピンが多分ね、手土産を誤解してたんだよね。あの、回転焼きって聞いたから、ヒロピンは多分こんぐらいの大きいバームクーヘンみたいなのを予想してたんでしょ。いや、俺見てたはずなんよ。確かに言われてみれば、うん、今川焼き、そう、今川焼きだからちっちゃいじゃん。うん、今川焼き一つって何人前ですか。これを分けてくれた。で、普段だったら全然手土産として渡せるんだけど、こういう時の手土産としてはちょっと新聞紙でくるまってたから、ちょっと違う、ちょっと違うなと思ったので、急いで別のケーキ屋さんに行きます。買いました、アップルパイ。ナイス、おっぱい。お父さんアップルパイ好きだからよかった。本当？本当にアップルパイ好き、うんうん、めっちゃ好きだよ、信じてるよ、うん、ちょっと眠くなってきた。いいな、余裕があるやつは。明日のやつはいいな、眠くてよ。あと今日はじいちゃんにも報告しなきゃいけない。どういう、ね、反応するかな。じいちゃん、私お嫁に行きますっていう。え、なんか泣けてきた。やだ、行きたくない。寂しくなる。いや、ダメダメダメ。いや、引っ越しするときもさ、じいちゃん悲しい表情してるね。嫁がって言って、嫁が。ツナのかすみです。ツナ誰がツナや。トドのひろきです。ありがとう。トドのひろきとツナのかすみ。どっちもシーフード系なんだね。めっちゃお忙しい中お時間いただいてありがとうございます。かすみさんとお付き合いさせていただいてます、ひろきです。アップルパイがお好きと聞いたの。めっちゃ可愛い、愛しい、あなたがお好きと聞いたの。やばい、通り過ぎたところの人全員お父さんに見えるわ。えい、
あー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 えいえいあー全然準備してないごめんね、もう思いっきり救急車来た、ダルンジだべダルンジだべってなってて、うん、全然もう準備も何もしてないごめん、ちょっと待って、うん、どうぞ、じゃあ行きますか。はいはい、いらっしゃい。お時間ありがとうございます。お父さん、お願いします。いいよ、お願いします。あ、こんにちは。ぜひ食べてください。はい、ありがとうございます。夫の大好物で。大好物。大好物って聞いたんで。冷蔵庫は入れなくて大丈夫。大丈夫。はい。ブランデーケーキ。まあ、近い。急にね。後で食べよう。急に、急にそれ。なので、合わせた。はい。じゃあ、はい。じゃあ、本日はお忙しい中、お時間いただきありがとうございます。改めまして、かすみさんと付き合いさせていただいてます。陽気です。遅くなってしまったのですが、先日かすみさんにプロポーズさせていただきまして、無事了承を得ることができました。頑張れ頑張れ頑張れ、かすみさんを幸せにできるように精一杯頑張りますので、結婚のお許しをいただきたく今日来ましたよろしくお願いします。まあ、YouTube でね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご迷惑をいっぱいかけると思いますが、よろしくお願いします。ふつかな娘ですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よかったな。はい、お願いします。はい。あ、すいません、こんにちは。どうぞ。お話がある。なんだよ、上がったもん。お疲れ様。お疲れ。頑張ったよ、ヨック。かっこよかった。本当？マジでかっこよかった。ちゃんとできてたかな。うん。汚い、まあ。みんなから見たあの礼儀とかはちょっとわからないんだけど、私たちのなりにはちゃんとできた。なりにはできたかな。と思う。うん。サポートするわ。よっぽど変なこと言わなきゃ大丈夫じゃん。ほんと？なんかほんと言っちゃうタイプ。ねーとか言っちゃうかも。ねーって。ねーって言った後、なんでねーって言ったんだっていうのでねーってなる。勝手に声が出る。あの靴下脱いでっていかない？やっぱストッキングで。いいよ。なんか。ああ、落ちる。なんだけど、すぐ抜けちゃう。ちょこん。こんばんは。はい、いらっしゃい。こんばんは。すいちゃん、欲しい。失礼します。お邪魔します。やっちゃってますが。こんばんは。はい、お久しぶりです。初めましてで、ほぼ初めまして、ほぼじゃない、完璧に初めましてだった。あれ一回引っ越しの時あってた。あ、そう。あ、俺いないよ。あ、いなかったんだっけ。多分小学校以来だと思うよ。どうぞどうぞ。失礼します。お家の近くの電気屋さん。すいません、ありがとうございます。じいちゃんばあちゃんと挨拶行った方がいいかな。あ、俺言ってたから話したから。話したら通じてるよ。大丈夫？あ、言っちゃったんだけど俺。かすみちゃん大丈夫なの？奥さんに言ってもらえんの？いや、今日陰キャのじいさんばあさんに行って、うん、そのかすみちゃんとうちのヒロが来て、ぼーっと喋ってきたからさ。あ、言ったのね。びっくりしてた。うん、で、今日緊張したの俺。だからみんなこっちもね。うちは違うんですとか言ってね。あと、いつもすいませんね。かすみちゃん家にいつもお邪魔して、いえいえ、もうすごいたくさん手伝っていただいて、うちの父もすごい感謝してて、ちょっとね、草刈りとかちょっと覚えた。ああ、じゃあこれ、うちもある。じゃあ改めまして、お忙しい中お時間ありがとうございます。ありがとうございます。
先日かすみさんにプロポーズいたしまして無事了承を得ました。で昨日かすみさんのお父さんとお母さんに挨拶して快く OK をいただいたのでぜひよろしくお願いしますって今つま先に聞いちゃったんだけど、なのでスーツ着てたの？着てた着てた。だからちょっとお父さんとお母さんにも結婚のお許しをいただけたらなと。反対するよ、言ってもないかすみちゃんがね、うちの、ね、ひどのお嫁さんになってくれるんだったらね、なんで、はい、幸せになってください。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。足崩した方がいいよ、歩けなくなっちゃう。あれ、お母さんに前にディズニーの買ってきてって言われて、これはこれね。ありがとう、嬉しいな。なんか水筒みたいな。そうなんですよ。でこれ置き皿でいいからさ。が好きなやつの。本当は買ってないって言ったんだけど、ちょっと内緒で渡した。これはない。また今度。こんにちは。じいさんあったね。じいさん3つだったかな。こんにちは、お邪魔します。ちょっとじいさんばあさんにちょっと挨拶したくて。はじめまして、こんばんは。よっしゃー、じいゆうきの家庭ってあったかい。優しい、おつい優しい。お父さんもわざわざ忙しいのに帰ってきてくれて、お母さんもさ、お仕事忙しいのにね、お仕事終わってすぐなのに優しくしていただいて、おじいちゃんとおばあちゃんはさ、うん、すごい優しく、想像以上に優しくさ、うん、迎え入れてくれて、うん、まして お小遣いまでいただいてさ、なんかもう本当にあれだね、両親挨拶は無事に、みんなに言ってもらった幸せになってねっていう言葉を本当に私は大事にしたい、ね、心に刻んで、うん、ひろきのことを幸せにしたい。俺がかすみは幸せにして、私がひろきのことを幸せにして、まあ、一緒にね、イエーイ、一緒に行ってこうぜ。すごい、でも分かってたから、幼馴染だからどういう家庭かっていうのは分かってたつもりなのに、うん、もうそれ以上にあったかかったね。俺もなんかお父さんお母さんも思ったより全然緊張しないで、すげえいい感じで喋れてよかったなと思った、うん、まあ大半ちょっとあんま使ってないと思うけど結構盛り上がったね。大丈夫だった？優しかった。よかった。で、あとあとは東京に行く準備をしよう、準備をしましょう。そして前撮りです。どんどん進んでいくよ。いろいろ忙しいけど、うん、楽しもう、ここは、うん、ね、うん、楽しもう、うん、これお洋服今思ったんだけど裏返しじゃないよね。